こんにちは、市川染五郎です。杉咲花です。人とコミュニケーションを取るのが苦手で、前歯が出ていることを気にしていて、自分の悩みだったりコンプレックスを持っている方々にも言い終わった後に勇気をもらえるサイダーのように言葉が湧き上がる。5月15日全国公開。それでは本編スタート。いやー、よかったなー。サイダーのように言葉が湧き上がる俳句少年のチェリーくんとコンプレックスを持ったヒロインスマイルちゃんが、ひょんなことからスマホが入れ替わって、そして起こるボーイミーツガールストーリー。よかったな、エモかったな。っていうかもうこれ明日もちょっと見たいな。うん。明日の上映スケジュールってどうなってんだろう。ちょっと触ってみよう。あれ？あれ？これ僕のスマホじゃない。あ、そうだ、映画入る前になんか女性とぶつかって、そうか、はい、もしもし。おい、村太郎、おい、そのスマホの持ち主の彼氏じゃん。おい、やったな。あ、取ったな、俺の女のスマホ。おい、何やろ、わざわざ似たようなカバーにしやがって。おい、わざとか、わざとやろ。おい、ストーカーかてめえ、こら。おい、おい、そろそろほら GPS つくから。あ、お前すぐそこつくから覚悟しとけよ、こら。森本サイダーおすすめ。森本サイダーのように言葉が湧き上がる。5月15日金曜日全国公開。皆さんぜひ劇場までお越しください。